隠れ家がいい、いいんですよ。皆さん見てますか、ライオンの隠れ家。わお、これは誰の何、これは誰の何だ、知らんぞ、こんなお洋服。投げ捨てます。なんかさ、めちゃくちゃ寒いね。今日はあんまり寒くないって思ったんだけどさ。よいしょ。今日のはね、あのね、5期生のオーディション二次審査だったらしい。緊張するだろうな。めちゃくちゃ緊張するよな。あ、そうだった、ズボンが見えないように。おーし、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、できた。そう、そうなの。そうなの、佐渡だったんですよ。ロケ地というか、その佐渡に行くみたいな感じだったんですよ、今回のライオンの隠れ家。緊張するだろうね、二次審査。特技披露はないです、私特技なかったから。そう、特技披露できる特技がないから、今だったら大きい声を出しますとか言ってはい、大きい声を出します。皆さん本当に声がでかいので気をつけてください。あーとか言ってたかもしれないけどその時はその水泳しか特技と言えるものがなかったから、で特技披露ができなくて、ただひたすらなんか語る、 NGT48 になりたい理由を語るみたいな。これを超えれば三次審査で、その次が最終審査かな多分ね。
歌は全然ダメ。審査員さんの目ってすごいよな。それはどういう意味？あのあれですか、加入当初のポキはマジで陰謀だったけど最近ちょっとこう磨かれつつあるよなっていう話ですか？SNS チェックって厳しいの？厳しかった、結構厳しかったと思う。持ってるあのアカウントを教えてくださいみたいな欄があったりとか、裏側良くないよねみたいな感じかな。 SNS ダメです、使っていいよってか言われるまで。NGT48 チーム制はないです。研究生正規メンバーの2つで。自己 PR って本当に難しい。長所教えてくださいとか難しい。なんかあ聞いたことあるかもしれないけど、あんななんて長所ありませんって絶対受かってんだからすごいよね。あ、言ってた？アンナが長所ないって言ってたよ。私は長所なんつったんだっけな、長所、頑固な、ん？短所を頑固なところにして長所を負けず嫌いのところにしたかな、よそんな感じだったような気がするけど。そういえば3期の全員昇格はいつ頃になるのかね、ちょっと分かりません本当に。これに関して私も分かんない。長所がないと超ショックよね。マツコ！短所、うん、難しい。今オーディションやってって、オーディションってか質疑応答やってって言ったらめっちゃ難しい。モツコってそれどういうこと？え、モツコはがダジャレ好きだから、ダジャレを言った時にモツコ呼んであげてるんですよ。でも最近はあの、そのイメージがつきすぎて嫌なんだって。だからあんま言うのも言わない方がいいのかなって思った。面接って難しいよね。難しい。
難しいよね。新潟の好きなところ聞かれたかな、私の時はどうだったかな。なんか長所とか短所も聞かれたし、志望動機とかも聞かれたけど、どういう風に答えたかとかあったかな。メモメモ。なっげ、やだわこういうの見返すの。ちょっと気持ち悪かった。なんか下手、やっぱ伝えるのが。まあその時はその必死さとか慣れてない感じの初々しさがね、いいと思うんだけど。人前で喋るの苦手だったのがすごく出ていますね。はい。すごい嫌です。他のグループ受けてるから聞かれ、いや聞かれなかったと思う。うん、推しメン聞かれた。推しメン聞かれるわ結構。尊敬してるアイドルさんとか、 NGT48 の中で好きなメンバー誰ですかとか聞かれて、うん、それ結構ね代表的な質問かも。みんな聞かれてんじゃないかな。2時か2時でどうかは分かんないけど、私は3次審査でも4次審査、最終審査でも聞かれたかもしれない。ロッキー申し込む時の参考にするから、あ、申し込むの？ぜひお待ちしてます。ポキちゃんは自分で何が決め手で受かったと思う？私ショールームだと思う。その自分の二次審査、三次審査、最終審査でどこかがもしかしてこうパッて、わこの子いいって、もしかしたらどなたかにハマったのかもしれないけど、自分の手応え的には全くなかったんだよね、どの段階でも。なんかスルスルスルと最終審査まで行っちゃったけどみたいな、何が決め手だったんだろう、どこが魅力的だったんだろうっていうのはずっと思ってて、自分でここかって、この時のっていうか、まあ審査員の方が見てくれてたのであれば、ラジオ配信だったとはいえ、ショールーム配信でたくさん歌ったりとか、あと声質とか、面接で出せないちょっと素で
ある木本優奈が出てたかもなと。あとはシャーベットピンク歌唱審査で踊りながら歌ったことかな。日野さん尊敬してるメンバー、なんか日野さんを挙げて、なんか推しメンとか好きなメンバーで日野さん、ゆなこさん、りかさんの3人の名前を挙げさせていただいたかな。そうだから全然最終審査も三次審査も上手に歌えてないから、たくさんショールームでカラオケ配信してたのは良かったかなと。あ、今日ルアと私服交換をしたんですけど、ルアに去年めちゃくちゃ私が着た冬の冬服をお渡ししたんですよ。でまあ、あのニットというかこうモコモコのでスカートはミニスカかロングスカートかどっちかルアの好きな方選んでって言って2つ渡して、でウエストを絞る用の紐がついてるんだけど、その紐かベルトをあのウエスト絞る用にあの袋に入れといたんですけどなんか服をまとめる用の紐だと思ったらしくて、なんかもうダボみたいなウエスト絞らないで着てた、ごめんって言ってたけど、全然いいですよみたいな、全然いいし、めっちゃポキっぽかったわ。インスタに上がった写真がめっちゃポキだった。見た？確かにルアはあのワンピースに厚底のローファー履いてるイメージだわ。
で見ていて、わなきゃって伝えて、声もっとちゃうくらい気にするのは君のことだけど、いいんだね。ね。次に私服交換してみたいメンバーいますか？難しい。3期生は、まあ、杉本と花江はなんかちょっと系統というか大人っぽい感じにのお洋服が多いから似てるのかなって思うけど、ちょっとごめんだけど私は杉本のお洋服なんて入らない気がする。細すぎて。アーサーワンピースお揃いじゃない？あ、お揃いお揃い。正解正解。よくわかってる。サイズは一緒ですよ、多分。あれ。ユーハの私服とかとさ交換したらちょっと全然違う系統かもしれない。まあユーハ自身がすごいいろんな系統やってるから、ユーハといえばこういう感じっていうの定着はあんまりしてない気はするけど。どんな系統も似合うからな、ユーハ。ゆうはちゃん意外とヒョウ柄とか好き。あ、そうそう、ギャウって感じやから、ギャウやからかわいい。みんなしてそうだ。ギャウ。スマホもギンギラギン。だね。でもね、ちょくちょく変えるんだよね、ユーハ。今はね、ラブリーって感じ。やっぱりあなたは昭和生まれ。そいつが俺のやり方。
うん、全然パパ歌わない。なんで知ってんだろう。ポキね、あの人のこと言えないギンギラギンだった。ちょっと待って。イエイ。ね。こういうなんかソフトな、これさソフトなさケースが好きでさ買うんだけどさ、これやっぱ日焼けして変色するんだよね。ずっと花、お花の紫かなんかのお花のモチーフが一本だけのお花のモチーフのやつを使っていたんですが、それがめちゃめちゃ黄色くなっちゃって日焼けして、だから新しいのにした。そう、黄色くなりすぎちゃって。そう、何個か一気に可愛いなって思ったスマホケースをたくさん買ってたじゃん。買ってたじゃん。そうじゃん、みんなでしょ、みんなの前で紹介したじゃん。ポキ、シーンさんでたくさんスマホケースを買いましたって言って、スマホケースとさ、あの髪留めピン、それの時のやつ。人参娘、え、知らない。カードとか身分証しまえる利便性のいいのを選ぶ。めちゃめちゃおしゃべり会、オフラインおしゃべり会に特化してるやん、そんなの。公園とか。わからない、わからない。武器全然ただのスマホケースだ。シーンか、あ、シーンは安いです。とってもとっても安いのと、安いんですけど、まあ、スマホケースとかピンとかさ、まあどこのお店で買ってもそんなに単価が高くないものというか、まあまあまあ、どこで買っても大体100円200円とかで買える
のものは結構シーンさんで買うと可愛いものがあったりとか安かったりとかするんですけど、お洋服とかなるとちゃんと口コミとかも見て、これは丈夫でしたとか、このデニムがなんか履き心地が良かったですとかいう口コミを見てから買わないとちょっとほつれてたりとか、 安い分壊れやすかったりするから、そういうのは気にしたりする。あとこのほら最近買ったキャスター&香水立て&あの雲型のなんかトレーみたいな、あれも全部シーンさんで購入させていただきまして、おしゃれに部屋がおしゃれになっております。シーンさんのおかげ。通販での失敗談、あ、はい、こちらのティッシュケース、とてもなんか大理石柄でポキのお部屋にいいな、ポキ大理石柄大好きだしと思って買いまして、いざ届いてティッシュケースを入れてみようったら箱のティッシュが入らない、これ中身出して、わざわざ出して詰め替えないと箱の状態で入らなかった、失敗失敗しました。変です。詰め替えって簡単にできるの？え、できるできる。箱から全部出して、もうちょいなんだよね、あ、このえですとかいうやつがですか？やりませんよ、別にこれはノリです。そういうキャラにはなりたくない。もともとね、こっちをね、このティッシュケースをこのテーブルに置いてたんですけど、白とグレーを基調とした部屋なもんで、タンス白、ロフトベッド白、棚白、クローゼットとか扉とか壁とか全部白で、カーテンがグレー、お布団とかもう全部グレーなんですけど、でこうなんだろう、洗濯終わったお洋服を入れとくカゴとか NGT のグッズとかを入れとく箱とかケースはグレーなの。だからちょっと大理石にしたくって
したら可愛いかなって思ったんで、それでちょっとこれはさ、なんかここだけこれなんか草原にいるピクニックしてる少女、三つ編みの麦わら帽子の少女みたいなティッシュケースはちょっと浮いてるかなと思ってやめたの。ディフディフディフューザーこれだしね。男みたいな配色の部屋だな。あ、そうなんです。私女の子らしくないんですよ、部屋。なんかピンクとかレースの白のなんかあのベッドからこう垂れてるさ、こういう白いさああいうのとかないですから。そう、ぜひあの男みたいとか言わないでもらっていいですか。あの家具は私が物心つく前からあの母と父が決めたもんで、ポキはアンナの勉強机がなんか紫のハートがついてたりとか、キラキラのなんか机の透明シートみたいなの使ってて羨ましかったんですけど、時はそういう女の子らしい部屋にはなりませんでした。そう、ランドセルの恨みは一生ものです。ピンクはまあ使いま、なんかユナの性に合ってないというか。やっぱ小さい時は、私はずっと水色が好きで、今も水色が好きなんですけど、ランドセルも水色が良かったんだよね。だから NGT 入ってからも水色白が良かったの、あのサイリウムで。それぐらい結構こう水色とか、それこそルアと一緒でエメラルドグリーンとか、そう、お子さんにはね、その小学校6年生になってもう使うんだよっていうのをちゃんと教えてあげた上で好きな色を選ばせてあげたらいいと思います。でも生誕ティーは緑だったんだね。だって緑白だもん、私のサイリウム。そう、水色いっぱいいたから譲りました。
緑白はそう3期らしい、本当に3期らしいんですけど、水色白になりたいメンバーが4人いたんですよ。全員譲るっていう誰も水色白にしなかったんだよね。ねえ優しいでしょ3期、うちら3期譲り愛の精神誰かを、誰かがその色に顔を出しすぎてその色になって恨むとかもないし、全員が綺麗にサッて散りました。え、選ばなかったのってなった。ならない。何このグループって思った。みんな選ばないんかーいっつって。ちょっと待ってね。オッケー。オッケーかな。オッケーじゃないです。もうちょすいません。あ、メールじゃないです。ごめんなさい。
次はい、OK です。仕事仕事仕事です。あ、メールはまた後で書かなきゃ。やばい、もう今書いちゃった方がいいのかな。メール終わったら、メールは23時までに送れば OK なんだけど、送っとこう。羨ましい頭皮、頭皮ちゃって頭皮、素晴らしい頭皮。
できました。オッケー、ポキちゃん音声入力使ってないの？え、使ってもいいんだけどさ、そしたらさ配信でメールの内容全部喋ることに。今日はとかあ、今じゃなくてね。あ、でも使わないあんまり。では歌うかな。かわいくて天使、かわいくて素敵。うん、ちょっとごめんなさい、喉が鳴っちゃった。調子良さそう。全然ずっと喉が鳴るんだよね。何？逆流性食道炎？違うよね。なわけない。逆流してないし。サンキたちの TikTok 見たけど最高でした。ありがとうございます。ちっちゃんちっちゃんちゃんちっちゃんちっちゃんちっちゃん。もう歌う曲ないから17分間歌ってあげますよ。もう毎日リクエストしてくるんだよ、優雅さん。この間歌ったでしょって言って、もう毎日リクエストしてくるんだもん、17分間っていう文句を配信で言っても文句を配信で言っても、友達とか家族みたいな感覚で許してくれる。本当にさあ、どうなんだろう、アイドルとファンっていうさ関係性じゃなさすぎるんだよね。この間歌ったって言ってるでしょとかさ言わないでしょ。
前髪が邪魔だな。なんか そう、前髪がさ、なんか邪魔って思い始めている。よし、涙出てる。でこー、カニパンこっちにつけると逆になるんだよね。カニパン、カニパン、私に切り取られた請求状から聞こえてくる一夏の音で、今日はどれくらい風が吹けば冷めてくるのか、自分の声が
カニとラーメン。
これね、なんかチャットでリクエストされた。チャットでリクエストされました。自分参加ね、いいよね。ちょっと待って。ちょっとミュートにするね。いけるかな。ちょっとさ、今さ、全然さ、声調子よくないです。
かに優しい君が好きだ。人知れず泣き叫ぶ声を探し尽くすあげる君が大好きだ。だから自分のことを守って、自分のことを一番褒めて、僕が頑張る君の姿を見てるから。不調、不調で、不調です。歌手デビューしよう。ありがとう、そんな風に言ってくれて。リズム感なかったラップ、うるさ待って、うるすぎ。ゆうだって頑張って歌ってるえ、リズム感なかったとか言われて、あーひどい、ひどいわは良かったと思うよ。こういう時に優しい声をかけてあげれば俺のこと好きになるだろうと思ってしてるコメント、もう見え見えだからね、分かってるよ、ゆうは全部言っちゃった、ごめんごめん面白い、大好き面白いね。ちょっと疲れた心にもないことね、歌ってって言われたけど、どうする、どうする、どどどどど、おしゃべり会ありがとう、おやすみ、おやすみ、ありがとう、またね、息をする心、うん、いいね、いいね、いいね、うん、まず心にもないことを歌ってほしいって言った人いる？まだコメント開いた、いた、いた、いたわ、いた、ねえ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 、ケーキの絵文字、ショートケーキの絵文字ってさ、誰なの？ショートケーキの絵文字の人なんて、ショートケーキ？スイーツ部？あ、そういうこと？今ポッて押したらカニとラーメンと地球の絵文字とショートケーキの絵文字あったよね。誰？まあ木本優奈とイサベルアは分かるけど、ショートケーキ？
心にもないこと。最近ツイッターないんだよね。最近ツイッターないんですよ。入ってない。ドロンジェラシーいいね。いいね。久しぶり歌っちゃう？ドロンジェラシー。心にもないこと歌ってドロンジェラシー歌う？心にもないこと最近歌ったけどね。まあ17分間もめちゃくちゃ歌ってるよね。息継ぎ。いやもうね、そうツインテールした日とかさ、最強ツインテール歌ったらめっちゃ可愛いじゃん、ね、探したんだけどないの。いやじゃあ謝んないでよ。やだ、悪くない、全然悪くないし謝んないで。この疑問を勘違いしてるって思いたい。愛情も友情も境界線がぼやける。どんな風に割り切れたならちゃんと理解してもらえるんだろう。ああ君のことが好きだよ、それだけは絶対に変わってないのに。ああ、甘波もしたくなる、ただ君にだけ紹介出したくて。ああ、嫌いになんてなれないだけど、余計な一言言ってしまうんだ。甘波もしたくなる、子供でって笑って許してほしい。僕は一体何を求めてる？君の困った顔なんて見たくない。好きだ好きだ、ただそのことも君のその胸に残したいだけなんだ。ああ、少し距離置かないか、これ以上好きになっちゃいけないと思う。心にもないことを口にしてしまうのはなぜだろう。ああ、このままじゃきっとダメだ、僕たちは付き合うべきじゃなかったと思う。心にもないことを誰もみんな言ってしまって後悔する。思ってもいないのに。ああ、
リフリフが、リフリフがいい匂いする。ラップのところがじゃないんだよ。やめて。そう、こっちはこう止めた時にちゃんとこう顔がね正面向いてるじゃない。こっちはこう止めないと正面向いてくれない。だからこれがベスト。今は近くに飲み物がないので飲みません。眉毛から上が可愛い。もうそれはさ、才能だと思わない？ここだけで可愛いなんてさ。どう？可愛い？ねえ。だってここだけで可愛いわさ。今でもね、こことね、ここら辺にね、あ、でもこっちは治ったかな。ちょっとニキビができちゃって、でもこのこめかみ、ここら辺のニキビって結局そのシャンプーリンスの洗い足りてさ、流し足りてないとかさいうのが原因らしくて、ごめんなさいって感じで、頭皮ごめんなさいって感じで洗ってます最近。気づかぬうちに。あとこう、せあれだよね、スプレーとか、スプレーとかで荒れちゃったりとか、前髪スプレー。ここにね、ここにできて、肌ごめんねって、肌に負担をかけてるごめんねっていたわってあげてる。そうなんだよ、そう、そこを褒めてほしい。デコ出しするには眉毛を整えて、ここの部分を綺麗に保ってないとできないんですよ。ありがとう、そこに気づいてくれて。本当にそう、ここにニキビができたもんならもう出せないよね、前髪なんてね。やだやだ、そう、頑張ってます。かわいい、ありがとうございます。え、ゆうなが隠してる人は綺麗を保ててない。違うの違うの、隠してる時はゆうなもニキビができてる可能性がある。違う、ゆうなだけの問題。別にそのコンシーラーとかで
隠せるからいいんだけど、ゆうはちょっと気にしちゃうので、ニキビがない時におでこ出そうって思ってるんだよね。そう、うわ急にミラーボール飛んできたよ、ありがとうございます。なんか歌ってないのに。ぷきちゃんデコにニキビできるよ、もともとめちゃくちゃできてたからね。水泳やってた時とか、なんかあのあれみたいにお釈迦様みたいな感じでここにパーってきて、でここ帽子かぶってるからさ、もうなんかもうなんでここ強調するのっていう、このここら辺にねできたりとかし、あとめちゃくちゃほっぺにできてたんですよ。もともとめちゃくちゃ肌荒れてた、めちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ肌荒れてました。デコピンしやすそう、わかる、パパにめっちゃされる。おでこにコンシーラーするね、できてたらする。まあ前髪で見えない時はそんな厚塗りしないですけど、基本的に下地もファンデーションもここしつけないんですよ私。え、それがいいのかもしんない。前髪下ろしてる時はもうここしか見えないし、汗かくし、ここを保湿だけで終わらせてんだよね。何もつけない、公園に出る時も今日もつけてない。それがいいのかもしんない、肌荒れないコツ。皆さんこれはネタ配信ですか、だってそうかもしれない、やめて。
きちゃんは最近ドローン飛ばしてません。配信あんま見れてないです。4500人、あーそうなんだよね、増減するから何も気にしてない。これ終わったらやめよう。Thank you.
お疲れ様でした、皆様。ポキは飲み物を飲みます。そろそろ落ちるね。だってありがとうございます、初見さんだ、嬉しい。ではダンジョン読みます。またあったか、みんな頑張ろうね。月曜日。13位パクさん、ありがとうございます。12位ヒヨリゲタさん、ありがとうございます。11位ヨッタさん、ありがとうございます。10位キットマイラインサンサンサンデイ、ありがとうございます。9位ヨコリンさん、ありがとうございます。8位ケンザンさん、ありがとうございます。7位トマオさん、ありがとうございます。6位マシュマロポキ、ありがとうございます。5位ゴンちゃん、ありがとうございます。4位アベベポキさん、ありがとうございます。3位ハマピさん、ありがとうございます。2位片山さん、ありがとうございます。1位まこいもさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。呼び捨てファンタジーやめた、呼び捨てがいい、みんな呼び捨てで呼んでほしいの、みんな。明日はみんな月曜日です。ポキも明日頑張ります。明日も明後日も頑張ります。ああ月曜日だ。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。これ言った私、ちょっとごめんなさい、思い出せない。皆さん言ったか、ごめんなさい。皆さん、今日はおしゃべり会来てくれた方、皆さんありがとうございました。ポキと喋ったことによって元気が出たと思うので、明日からお仕事頑張ってください。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。バイバイ、おやすみ、ごきげんよう。バイバイ。